皆さん、おはようございます。朝刊原田の時間です。さあ、今日もね、お目覚め、グッドだと思います。今日のクレドーです。今日のクレドーは、わかるとできるで実力を高める。わかるとできるで実力を高めるでした。元気アップで、いってらっしゃい。わかるとできるで実力を高めるね。わかる、できる、いい言葉ですよね。中学校の教員時代にこのことがね、非常に体育の、授業、体育の授業だけでもないんですけども、特に体育の授業の中でね、流行りました。できるって言ったら、それは飛び箱飛べるね、バタフライ泳げる、逆上がりできるっていうことでね。わかるって言ったら、なぜ飛び箱がそうやってやればできるのかっていう、手のつき方がなぜ手前はダメなのか、ね、向こうの方がいいのかっていう。だから分かる、これを専門的にはね、運動認識って言うたんです。運動の認識、どうしたらいいのかなっていう仕組み、やり方、方法論、それからできる、運動課題なんて言いました。面白いですね。だから分かってできる、これ最強やね。これね、わからないでできる人いますよね。これね。ね。なんでできんの？わからへんねんって言いますけど、そうわかんないね。もう一つは？これは？これは？これは？わかってんねんけども、できない人。こうしたらいい、ああしたらいいっていうこと、わかってるけども、自分でできない人。これやっぱりちょっと、厳しいよね。だからやっぱり教育の中では、わかる、理解していて、そして自分が実践してできるっていう。この二つを目指すというのが、体育の世界の、ゴール、課題だったんです。ねえ、運動の課題、それから運動の認識、ごめん、こっちが認識やね。運動の認識、わかる、そしてできる運動の課題。これセットで素晴らしいということでした。まあ、この考え方は体育の世界だけじゃなしに、皆さんの、日常生活でもそうですよね。今日は、これからお仕事の時に、普段何気にやっていること、活動、仕事、勉強、スポーツ、芸術ね、何気にやってるの。で、何気にできんねんけど、なぜこれそうするのかなって。そういえばこれ、どうしてこうするのかなって言って、一遍考えてほしいんですね。で、そこで今までのお仕事、やれていること、できていたことが、あ、そうか、そういう意味があったのかってことが、つながると、どんな素敵な、プラスの変化が起きるかね、皆さんね、試してみてください。だから、分かる、できるがイコール、分かりながらできる。これ最高。最高。分かりながらできない。これしんどい。しんどい。分からないけどもできる。ちょっとよう分からない。だから、分かる、できる。これがイコールの状態が素晴らしいですよね。実力、能力発揮に一番つながりますね。今日は皆さんの普段やっておられる活動を、そういう観点から見つめて、お仕事、活動、勉強、スポーツ、芸術、頑張ってみてください。面白いですね。元気アップでいきましょう。拍手お願いします。よーお、いってらっしゃい。技術は目標、技能は定着して身についた場合。言葉を変えてましたね、クレドでは。俺の背中を見て育てっていう言葉があるよね。なんかかっこいいね。ね、技術のプロ、職人さんの世界はそんな感じがしますけど、でもこれは今考えるとよろしくないね。